こんにちは埼玉県東松山市の証書柴崎です。今日は不動産を共有名義で相続登記はしてはいけないという理由を説明したいと思いますそうですね不動産を共有名義にしてはいけない理由なんですけどもまずですね不動産を売るときにはですね共有者全員の協力が必要になります基本的には。だってです、ね、相続を繰り返すことによって面識のない相続人同士で1つの不動産を共有するということになりかねません。またですね 相続を繰り返していくとですね、共有者がどんどん増えていってしまう。こういう可能性があると。で、そうすると売るのにですね、共有者全員のですね、協力が得られないで売れない。こういった可能性が出てくるということになります。ちなみにですね、このチャンネルでは相続遺言などの手続きについて情報発信をしております。 でですね、亡くなった人の不動産の名義を誰にするのかというテーマでお話をしたいと思うんですけど例えば、父郎さんって方が亡くなって不動産を持っていましたと、でしろさんの相続人が妻、マツ子さんと長男、一郎長女、武子、この3人が相続人でした。でこの不動産をですね、 一郎さんの不動産をですね例えば、一チロさんとタケコさんの共有名義で相続登記を入れるとですね将来どんな問題が生じるか考えます。で不動産をですねまず売るにはですね共有者全員の協力が必要になりますのでこれ二人名義で。 相続登記した場合はですね、一郎さんとタケコさんが協力して不動産を売ります。なぜかというとですね、不動産の共有持ち分の一部をですね、買い取ってもですね、買い主には使い道がない、その不動産の使い道がないということになります。例えば、一郎さんの持ち分二分の一を買ったとしてもですね、他に共有者タケコさんがいるので、 新しく、ですねこの一郎さん持ち分を買った人ですね、まあ、不動産の使い道がない、こういったことになると。まあ、なので、ですね、まあ、一部ですね、その共有者の持ち分を買い取る業者っていうのもありますけども、基本的には不動産を売るときはですね、共有者全員で売るという話になります。で、この一郎さんと武ケさんですね、まあ、今2人で2分の1ずつ共有で登記入れましたけど、これですね、一郎さん武タさん、それぞれ亡くなって 相続が発生したとします。なので、一郎さんの子、孫、ひ孫とですね、どんどん受け継がれて、不動産の名義を受け継がれて、タケコさんの方もですね、子、孫、ひ孫とですね、どんどん相続を重ねていくとですね、この一郎さんとタケコさんのですね、孫とかひ孫同士に面識、交流があるとは限らないということですね、連絡先も知らなければ、不動産をじゃあ協力して売ろうにもですね、支障が出てくるということになります。 また、ですね共有者の人数が相続を繰り返していってどんどん増えていく、こういう可能性があると、まあ、今はでイチローさんと武子さん、2人で共有だけど、じゃ相続を繰り返していくとですね相続人がですね、まあ、どんどんネズミ算式にですね増えていって、 まあ共有者が10人、20人と増えてしまうと、ですねじゃあこの不動産を売ろうと思っても、ですね10人、20人のまあ意思がまとまらないと、ですねまあ売却できずに不動産が使用付けになる、こういった可能性が出てくるということになります。なので,で、すね基本的にはですね共有名義の相続登記はお勧めしないということになります。あ,ある程度の期間でですね売却するのであれば、ですね共有名義で相続。 ししてももいいいかもしれないんですけど、例えば、イチローさんと竹子さんのまあ生前に生、存命中にですね、この不動産を売ってお金に変えるということであればいいと思うんですけども、そのある程度の期間で売却するということでなければ、ですね、共有名義で相続投機するのは避けた方が良いかと思います。まあ、基本的に不動産はですね、単独名義で投機した方が、相続投機入れた方がよろしいかと思います。 で、遺産がですね、まあ、その不動産ぐらいしかないような場合ですね、あの、じゃ、それ相続人間でですね、財産を分けるにどうしたらいいのかということなんですけど、大賞金、不動産を取得した人がですね、まあ、他の相続人に対してですね、代償金ということでお金を払って、まあ、生産するということが考えられます。まあ、例えばですね、まあ、父郎さんが亡くなって遺産分割協議書を作ってですね、まあ、例えばこの不動産、松子が。 マツコさんが不動産を取得した代償として他の相続人にお金を払いますよと、一郎に対して何万円払うとか、竹子に対して何万円払うとか、まあ、こういうふうにです、ね、お金で清算するというやり方がありますので、まあ、場合によってはです、ね、このように不動産を誰かが単独で取得して他の相続人にお金を払って清算する、このようなやり方がよろしいかと思います。 次にですね、この七郎さんの不動産に実際はですね、今、松子さん、妻の松子さんが住んでたと。ただ、これをですね、まあ、松子さんの相続もそのうち始まるかもしれないから、一緒に住んでないですね、長男、一郎さんの名義に相続登記するのはどうか、こういうテーマで検討したいと思います。で、この時のリスクとしてはですね、 マツコさんより先にですね、イチローさんが亡くなってしまうと、この不動産をですね、父郎さん名義の不動産をイチローさん名義に相続登記して、そしてマツコさんより先にイチローさんが先に亡くなるとですね、このイチローさんにですね、妻とか子供がいた場合はですね、この マツコさんの住んでる不動産が、この一郎さんの妻とか子供が相続するという話になります。なので場合によってはですね、マツコさんがこの物件に住みづらくなるという可能性があります。またですね、住んでる人名義にしとくとですね、不動産を売ったときにですね、マイホームの3000万控除っていうのが使えるって、 よく払う、売った翌年払う税金が安くなるかもしれないという話があります不動産を売ると、ですね売,却代金売買代金からですね取得費などを引いた額のですねあの所有期間に応じて20%から39%の譲渡所得税、住民税を翌年払うということになります。まあ、これですね、復興特別所得税っていうのがあるからあのぴったり20%じゃなくて多少違うんですけども、翌年ですね、その 利益のですね、まあ20から39パーぐらいの税金を払う必要が出てくるということになります。で、た,ただですね、マイホームを売った時はですね、上段所得から最高3000万まで控除ができる特例が。 まあ,ありますので住んでる人名義に相続登記した方が、この3000万控除の特例が使える可能性が高まります。だ例えば、この物件をです、ね、1000万で売ったとするとです、ね、で3000万控除があるんで、あの3000万引く,、まあ、引くとですねで利益が出てないという話になるので、それに20%かけても、ですね、まあ、譲渡所得税は 0, あの0円という話になります。なのでですね 実際住んでる人名義に相続登記入れてですね、で、その人の存命中に売ればですね、この3000万控除が使えるので、税金的にですね、得をするという可能性があります。まあ、これはですね、具体的にこれが適用できるのかどうかとかですね、税理士さんにご確認いただければと思います。 あとはですね、じゃあ、この不動産ですね、千しさん名義の不動産をまあ住んでるマツコさん、妻のマツコさん名義にした時のリスクは何かと考えるとですね、将来的にですね、この母、マツコさんが認知症になった場合ですね、この誰も住まなくな、例えばマツコさんが施設に移り住んでですね、 この不動産が空き家となったとき、ね、マツコさんが認知症なので不動産を売るには、ですマツコさんに成年後見人をつけないと売れないという話になります、まあ、もしくはですねこれに対応するために、ですマツコさんの判断能力をしっかりしているうちにですね家族信託を組んでおくというですね対策方法もあります。 あとです、ね、まあ、相続財産に不動産があって誰名義にするか考えるときに、相続税申告が必要な場合はです、ね、不動産、財産の分け方、遺産の分け方によって相続税の額は変わる可能性がありますので、もしです、ね、相続税のです、ね、遺産に関わる基礎控除額というのをです、ねまあ、遺産が超えている場合はです、ね、税理士さんに分け方を相談した方がいいという話をします。で相続税のですね あの基礎控除額なんですけども、相続人1人につき600万円プラス3000万が基礎控除額となります。600万かける法定相続人の数プラス3000万、なので、法定相続人が1人だとすれば3600万が、えー、基礎控除額、まあ、これを超えると相続税申告が必要になるということになります。相続人が2人だと4200万、相続人3人だと4800万以降ですね。 1>, 1人につき600万ずつ増えていくということになりますけども、その亡くなった方のですね相続税の対象となる財産がですねこれらの基礎控除額を超える場合は、ですね分け方を決める上で税理さんに相談した方がいいということになります。では、ですね今日はですね不動産をですね共有名義にしてはいけない理由について説明しました。またですね まあ母が住んでる、まあ亡くなった人の妻が住んでるが、住んでない子供名義に相続登記してしまった時のリスクについて説明しました。また、住んでる人名義に 相続登記入れるとで、ね、3000万控除という特例が使える可能性があるという話をしましたそして相続税振興が必要な場合は税理士さんに分け方を相談した方がいいという話をしました司法書柴崎事務所ではですね不動産の相続登記預金の相続手続き遺言書作戦支援等に関するご依頼を受けたまっております ご依頼をご検討の方を対象に初回面談相談を無料で受けたまっております。面談相談をご希望の場合はですね、お電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。